こんにちは。あ、いらっしゃいませ。小川さん、アジ釣ってきました。あ、釣れましたか。はい。ということで。あ、うわー。いいサイズのアジゴが釣れてますね。本当ですか？これでもちゃんと料理できますか？腕の見せ所ですかね。よろしくお願いします。頑張ります。伊万里市街地にある焼き鳥王将。創業およそ50年の焼き鳥屋ですが、3代目をはじめ歴代の店主は大の釣り好き、釣り好き一家なんです。釣り物の魚の持ち込みも大歓迎。今回もよろしくお願いします。まずは鱗を取ります。伊万里松浦といったら、はい、やっぱりアジなので、はい、ぜひ食べていただきたいですね。はい、ありがとうございます。ちょっと楽しみにコメントしております。はい、内臓とかあのお魚の血が残っていると後々のお料理の味に影響してくることもあるので、しっかりと綺麗に洗ってあげてください。はい、あの小アジですと骨まで食べることができるので、はい、しっかりこう揚げることでカリッと中まで美味しく仕上がって、酢につけるときに酢の味が染み込みやすくなります。今は何をされてるんですか？これはアジの前後と言って、ちょっとあの触ったら痛いところなんですけど、ここですね。ちょっと触ってみてください。はい、あ、本当だ。トゲトゲしてる。はい、なのでこれも若干口触りに影響があるので、取った方がいいです。まあ面倒な方とかは取らなくても大丈夫なんですけど、これも美味しく食べる一手間かなと思います。この前後は、はい、本来のアジについている目的は、はい、アジの天敵から身を守るためであったり、はい、そういうためについているものです。そうなんですね。はい、こうなんか飲み込まれようとしたときに、あ、そうです。飲み込もうとしたときに、あの多分ですけど、その食べようとしている魚もチクッとするんじゃないかなと。すごいですね。じゃあ味を開きます。まずこの首元と特に斜めに包丁を両面入れていきます。でここでしっかり落として、でその後でこのアジの、背中の方から包丁を入れていきます。反対向けてまた背中の方から包丁をこの背骨、骨に沿って包丁を入れていきます。この時骨に当たる音がカリカリカリとかするんですけど、その音がした方が綺麗に骨が取れているということなので、こういった感じで開いていきます。で最後に気になる方はここの腹骨という、まあ、人間で言ったらあばら骨のところ、ここも両方あるので、最後のところカットでお願いします。ごめんなさい、うまく一度で切れなかったシーン、面白かったので使っちゃいました。
油は170度から180度ぐらいの温度を目安にしていただいて、最初魚を入れてからアジがじわーっと浮かび上がってくるので、アジがこう完全に浮いてきたら揚げ頃になってきます。アジを、まあ、タッパーなどに入れて、お好きな野菜を、まあ、玉ねぎとか人参、今日はあとパプリカ、黄色パプリカ、赤パプリカ、ピーマン、この5種類の野菜を準備しました。もう野菜は結構たっぷりめに入れられて大丈夫です。あとは自家製の南蛮のお酢をたっぷりかけて完成です。アジの南蛮漬けは、アジの素材を生かした、一品となっています。アジをしっかりカリッと揚げることでアジの旨味が濃縮し、そこに季節のお野菜を入れることでお野菜からも甘みが出て、お魚の旨味とお野菜の旨味が、一緒に楽しめる一品です。自家製の甘めの南蛮酢を入れて仕上げてます。本日は、料理をしてすぐの試食になりますが、本来であれば一晩、もしくは2日ほど冷蔵庫で、しっかりと、寝かせて食べた方が美味しい一品です。私の釣った味がこんなに素敵な料理になりました。では早速いただきたいと思います。ではまずはアジ単体でいただきたいと思います。美味しいです。このアジ本来の甘さとこのお酢の優しい甘さが相まって、もう本当に優しい口当たりです。そして骨もすごく柔らかいので、こうちょっと骨引っかかるかなと思って心配してたんですけど、もうそこも柔らかく美味しくいただくことができました。次はお野菜と一緒に味をいただきたいと思います。いただきます。美味しいです。こう野菜と合わさることでまた違った味わいを楽しむことができます。野菜のですね、こうパプリカの苦味と、まあ、このアジの甘さとすごく相まって美味しいです。じゃあ今日の天ぷらの一手間がこの居酒屋に欠かせないビール、これを天ぷら粉の中にお水の代わりに入れていきます。こうすることで揚げ上がりがカリッとふわっとなると言われています。市販の天ぷら粉でしたら裏面にお水の分量が書かれてますので、その分量通りに混ぜ合わせてください。アジと言ったらアジフライが定番ですが、アジの天ぷらもとても美味しい一品です。アジの素材を生かした味をどうぞお召し上がりください。衣がふわふわですね。いただきます。美味しいです。もう本当にこう衣だけじゃなくて中のアジもすっごくふわふわしてます。もうさっきあのビールを入れることでこうもっとふわっと仕上がるっていう話だったんですけれども、確かになんかいつも食べてるアジフライよりも中のアジがすごくふっくらとした感触がします。本当に美味しいです。